ジュール・ブルトンは、フランスの写実主義の画家である、パイ・コールド・カレー県のクリエールで生まれた。父親は、クリエールの市長で、弟に画家になったエミール・ブルトンがいる。4歳で、母親が亡くなった。サントメールや、デュエの学校で学んだ。美術を、オランダのヘントでドビーニュに学び、アントウェルペン王立芸術学院で、フスタフ・ワッペルスに学んだ。その後パリに移り、 ドミニク・アングルやオラースベルネに学んだ。1848年のフランス革命により一時、ベルギーに移り、1852年にパリに戻った。1858年に最初の死であったドビーニュの娘と結婚し、娘のビルジニール・ルモンブルトンも画家になった。1865年からブルターニュの港町。 ドゥアルヌネの風景を描くようになり1870年までマイナツそこに滞在した。フランスの農民の姿を描き1870年頃から人気のある作家となった。1848年に芸術アカデミーの会員に選ばれた。ありがとうございます。